ブ虎の穴に在籍、 BMM アダルトアワード2017で話題賞を受賞、2017年末をもって活動休止状態。エロ美人東京店に在籍、9センチの長い舌を生かしたベロチューとフェラーリは思考。川崎市のプロポーションに在籍、舌の毛がありのままの剛毛でグッド、グラビアアイドルのあずさひかりとは同姓同名の別人。クラブ虎の穴に在籍、デビュー前にまだ20歳豆腐屋として出演していたため、豆腐屋、豆腐屋奈々ちゃんと呼ばれることが多い。クラブバレンタイン大阪に在籍、ミバレにより2016年3月を最後に一時引退するも2020年に復活。クラブ虎の穴に在籍、デビュー前は美容師として勤務、デビュー後も美容師を4年掛け持ちしていた。クラブ虎の穴に在籍、初体験の時合体に失敗、クリスマスの夜に初めて合体成功。吉原のペパーミントに在籍、エビスマスカッツの元メンバー、2017年に活動休止するも翌年に復帰。クラブ虎の穴に在籍、もともとはコスプレイヤーや声優などとして活動、とがつくほどの M で首絞めプレイ好き。シエルに在籍、パンザーアダルトアワード2019最優秀女優賞を受賞、足腰を鍛えるため古武術を習っている。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。